いや、カスタマイズできました。吉谷さんがなんかちょろちょろっと言ってたのをね、私なりにこれはまあ少なくとも吉谷さん一人はそうなることを望んでいるなと思えば、そういうふうにしたら吉谷さん一人には受けるなと思ったんで、これはね、世の必然ですよね。まあ私がいろいろ考えてカスタマイズしてポンとやるのが当たるかどうかは偶然ですけども、要求が出たものに対してこうやってみるっていうのはまあ必然なんじゃないかなと思うんで、いつもながらね、言われたことをすぐやってみるみたいな、まあ、そんな、なんか一番頭を使わなくていい方法を取ってみましたけども、いかがだったでしょうか。でね、私はこの放送を通じて皆さんにね、ちょっとこう真似してほしいんですよね。くじけないってこと、何があっても YouTube からそういうふうな停止措置が来たとしても、そんなことぐらい乗り越えてね、行くことを YouTube も望んでるんだと思います。打たれ強い、そんなね、コンテンツ提供者になることが必要だと思うんですよね。まるで不死鳥のように言ってらっしゃる。